収集記儀文化史会支給士は、湖南省庁差し流用市文化市新人民路33号に位置する。収集記儀文化史会支給士は里人志学校と収集記儀記念館を含む、湖南省の有名な観光名所の一つ。収集習記文化史会支給士は1841年に設置された文化書院が前身である。1908年、里人志学校に改称。 1927年9月、収集機器部隊文化私有軍と合流する毛沢東の会議を開き、毛沢東は会議で紹介された農村都市を包囲の戦略思想。1961年3月4日、中華人民共和国国務院は、収集機器文化司会支給士を全国重点文物保護単位に認定した。1964年、 地元政府は里人市学校を修繕する。1966年、国内観光客に一般公開される。1977年、地元政府は跡地の西側を新築した記念館で大量の収集機器の資料に陳列し。2002年、中共中央宣伝部は収集機器文化史会支給士を全国愛国主義教育基地に認定した。2004年、 国家旅遊局は、収集企業文化史会支給士をトリプル A 級契約に認定した。二千五年、収集企業文化史会支給士は、全国第一飛行食料遊興定契約の一つに選ばれた。大門、金蓮館、里仁志学校、古建築、彫像王、兵庫収集ボードを一万歳、彫像王、 やり、ありがとうございます。